ラッキーというポケモンをご存知でしょうか。初代からいるんですが、圧倒的な体力によって特殊耐久がやばいことになっており、びっくりするぐらい低い攻撃と防御をお持ちなんですね。そんなラッキーを今回はムキムキマッチョ面に仕立てて、ぶん殴っていこうという企画でございます。その方法としては、腹太鼓バトンしたり、ビルドアップをバトンしたり、トグロを巻いてバトンするわけですが、実際にうまくいくかは試合をどうぞ。対戦よろしくお願いします。テイルナーがいますね。テイルナーだけ、止まっていますと思ったら、あれ、冷静に考えたらお相手タビパだけど、いやタビパじゃねえんだこれ、なんかノリで対戦に来たタイプだな。よろしくお願いします。では、この試合をもってラッキーの、試運転を始めましょうか。というわけで、しかしながら油断はできないので、そう、ムキムキムッキーを爆誕させるためには入念な準備が必要。よろしくお願いします。偽装かもしんねえしな。そう、偽装の線を捨ててはいけない。まあとりあえず何がやりたいのか見せれそうなのは良かった。まあ序盤に解説した通りのことをやるわけですけど、よろしくお願いします。いかにしてラッキーまで攻撃バフをつなげられるか。さあマンダちゃん、君にはまず何をしてやろうかね。あくびだ。早いね。ちゃんと努力値振ってるっぽいね。油断ならない。もう早速置き土産で。お、居座った。これはチャンス。いきます。ユクシーより足が速いんだ。つまりお相手は間違いなく何かしらの調整をしている方、純粋な旅プレイヤーじゃない。だってこれユクシー振ってるっしょ。一応確認しておきましょう。それ次第では動きが変わるかもしれない。振ってるはずですよ。これでもかと振ってますね。旅で素早さ曲振りなんて基本的にはできたもんじゃない。まあマンダとユクシーの間には多少の素早さの差はありますが、ほぼ曲振りに近い状態までいってるはずです。であればここは油断できないということ。いきます。腹太鼓。まあザングースも上取られますね。これそこはもう仕方ない。いくぜ。ポンポコ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 。さあパワー全開、一手で攻撃6段階上昇。ここでザングースで殴れよというマジレスが聞こえてきますが、ザングースは耐久がねちょっと足りないんですよ。つまりそこは本職に任せよう。バトンタッチ。さあここからザングース無双が始まると思わせて、引っ込めたか。いいね。チャルゼル、お前も苦手だな。浮いとるがな。行くぜ。バトンタッチ。そう、とっておきの技の発動のためには他の技すべてを使わねばならない。まあいっか、とりあえず自信打つか。いくぜ。ムキムキムッキー爆誕でございます。じゃあここはちょっと自信で。お、フレアドライブ。恐ろしくも素晴らしい火力じゃねえの。だがラッキーの体力は多い。よってお相手が受けるダメージも尋常ではない。つうかこれ負けかねえんな。フレアドライブ、しっかり回復するぜ。モーカの時の火力やべえでしょこれ。モーカがどうかわからんが、この次の反動ダメージでモーカが発動してしまいますが、いや卵身でいいわこの回復量なら。向こうが恐れて避けてきたか。お相手内訳つうかめちゃめちゃダメージ多くないかこれ。お前奇跡持ってるよな。リザとは思えない超火力ですな。炎のパンチ、イグズドルスセイ。あ、モーカ入った。
ちょっと待って、絶妙に絶妙にダメなやつなんじゃないのこれも。フレアドライブ、猛火力、耐えたナイス。これ3パワーなんじゃないのもしかして。いやでもよかった、ギリギリ持ちこたえ、ようやくラッキー、お前の本気をお茶の間の皆さんにお届けできるな。お前のその豊満なバーディーから繰り出される圧倒的な超火力、ぜひお披露目だ。にしてもお相手のパーティーさ、レベルが中途半端なポケモンが混ざってるとは思えない能力値っぷりだな。こいつは全力でぶちのめしましょう。とっておきだ、いくぜ容赦せん。このラッキー、いかに初心者向けのポケモンだろうが容赦せず、その溝落ちに拳を叩き込むのさ。さあこれによって威嚇が入ってしまう、やや火力が落ちてしまいますがね。あれ、つうかこいつ自信過剰だったのか。あ、じゃあもうムッキーの一撃で仕留めてやろう。とっておきだ、お前の一致火力はこれで消える。さあ覚悟は良いかな。そう、私もノリノリでございます。なぜならこの先の試合全て地獄かもしれない。いきます。いや、一戦目で成立させてんのマジ奇跡だから、いくぞ。マキシマノーマルじゃないのかと言いたいところですが、基本的にノーマル技自体が強くないのだ。ですが今回は刺さっているのだよ。ではマンダを一撃で吹き飛ばしてこの試合を終わろうか。対戦ありがとうございました。超火力、ラッキーが物理技で格一、見たいもの見れた。よし、ご視聴ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。いやー、ランクマみたいなパーティー来たな。いやー頑張ろう。で、吹き飛ばしがいるんだよな吹き飛ばし野郎がいるからめちゃくちゃやばいんだよな正直。うわ、失敗パターンですよ。はい、というわけで終わらねえよ、まだ終わらねえよ。となると、積み技に悠長に時間かけてる場合じゃねえかもしんねえな。このメンツでいきますかと思ったけど、それはな、ひよってんじゃねえよ、やるべきことをやる、それだけさ。まあただお相手はね、全体的にやばいね。ただムッキーさん、今回は腹太鼓で攻撃だけ上げても多分勝てないっぽいんですよ。うん、防御も欲しいね。それでいてディンルは来ないことを祈るしかないな。幸いにしてパーティーからコンセプトがバレることはないはず。純粋にラッキーは警戒されるだけ。ミツハニー、あれオスかよ。メッセージ性を感じますね。ドラ・パルト。さて、とりあえずあくび打つぜ。なんだかんだ今回仕事してるね君。トンボはまあまあ痛えな。でお相手の出てくるポケモン次第ではやばい。つうか今のドラパ、ハチマキか陽気か、ハチマキかなんか持ってるかわかんねえ。こいつに対しては置き土産は意味をなさないね。とりあえずステロでも巻いておくか。よっと。総大将の発動条件を満たしてないのでまだ特性がわからんですね。謝罪、突き刺さる。さあ眠ることによって少なくとも1ターンは稼げた。ただね、叫ぶ尻尾はエスパー持ちなんですよ。ゴーストには分が悪いね。気をつけないとね。さあ自慢の色違い叫ぶ尻尾お見せするぜ。究極の戦術をビルド。というかこいつ自身には鋼がきちいからな、タイプ的に不利です。土下座も怖いしな。ビルド。
さあ起きるか。よし、グーグー眠ってろ。ここでテラスタル切ってもいいかもしれんが、まあビルドだな。行くぜ3回目。これでどれぐらい硬くなってくれているか。まだ寝ててくんない？さすがに目が覚めてしまった。アイアンヘッド、いい硬さだ。ビルド、どこまでも行け。限界を超えろ。ここでディンル出てきたら終わるんだけど。お、パルトならいけんじゃね。ただゴーストテラバが怖いか。仕方ない。でもそろそろお相手物理だと思うがね。両刀だったら怖いな。欲張ったらやられる場面ですよ。そう、ここで落ちちまったらもう終わりですからね。バトンで日和ました。あ、鬼にか。あ、これやばいな。むしろダメだろこれ。おい、ムッキーの火力がやばいの見せて。これはちょっと臆病が災いした。でもさ、お相手これこだわってる可能性はあるのよ。だったら今のうちにやることやるだけよ。そう、さっきのトンボで即買いしたから。おおおおお、ラッキーには当たらない。おお、いくぜドリア。いい火力、もっかい外してくんないっすか。もっかい外してくんないっすか。くそ、ラッキーに臆病が臆病じゃない。鬼火が入っちまった。何の略称だよ。俺のプレイングの臆病に対してかけたおれ。ですがムッキーの火力は意外とバカにならないぐらいはある。さあ、物理ラッキーに葬り去られろ。ドラゴンアロー効かないね、効かないね。うれ。よし、撃破成功。ですがムッキーの火力は少し落ちています。実質ビルドは2回分程度ですね。これは正直よろしくない。海流か。炎のパンチ、自信効かないね。うるえ、やけど入れろ、やけど入れろ。ダメか、一応天めぐです。自然回復じゃないのが災いしてるような気もするがね。一応回復しましょう。つうかお相手地味に超絶困ってるやつだぞこれ。でもこれアンコールあるパターンかもな。いきなり海流が自信を打ってくる。龍舞もない、直帰アタッカーか。そうじゃないとアンコールは飛んでくる可能性がありますね。やだな、とっておき。おお、自信しかない。これは勝ったんちゃいますん、これ勝ったんちゃいますん。これいきますこれ、とっておき。どうせやろ。まあまあ、これはやけどいるね。純粋な殴り合いだと負けてしまうよ。さあ、すごい勢いで襲いかかってくる。ラッキー受け止める。うどり、燃えろ。天めぐが伊達ですね。しかし2試合連続でいい感じにムッキーが爆誕してるのは朗報でしょう。まあ、やけどの状態上ダメージもたかが知れていますしね。お相手もあんこがないようだし、どっかでやけど引いてダメージレースで圧倒的優位に立ちたいところ。いきます。残りの技見えてないのが超怖いんだけど。鉢巻きかな、やっぱ不一致の自信にしては通ってる気がするんですよ。すごい肉弾戦。うわー、負け、ま突然負けた。うわー、死んだ、おつ。ぐわー、対戦よろしくお願いします。まさかの2試合連続で録画成立。いやー、僕の睡眠時間が作れてしまうね。うん、ですが最終試合もなんとか頑張りたいんですが、さすがにやばい。ザシアンとかいうポケモン、あいつはやばいな。あ
いつは絶対にやばいです。はい、さすがのムッキーといえど、というか聖なる剣あるだろう。こんだけノーマルいるからね、聖なる剣で能力変化無視されたらさすがに大ピンチどころの話ではございません。よろしくお願いします。まあせめて初手に出てこないことを祈るしかないね。眠ってもらったとして結構きついっしょ。ディアルガ、これはまだ可能性あるんじゃない。いきます。プレッシャーを感じますね。あくび打ち込んでこい。さあディアルガ君、眠気がマックス。大地の力、おっと、なんだこのパフォーマンスは。特に意味もなく大地の力を打ってきた。気をつけろ、こういうのが一番ある意味厄介なんだ。アンコールだ。一生大地の力打っててくれ。だけどこんなことがうまくいくわけもない。さすがに無効になった大地の力を連打する趣味はないでしょう。ってなったらお相手交代してこないかな。とりあえずここはステルスロックを巻いておきましょう。虚無みたいな対戦はしたくねえだろ。なんだかんだ今回大活躍しているユクシー、足を向けて眠れませんね。いたか、やっぱ。あとはこのザシアンがなんやかんやで聖剣、あれちょっと待って、剣加えてなくない。忘れ物してますよ。すごいことになってきたな。まあまあまあ、とりあえずじゃああくびを食らわせてやるぜ。聖剣さえ打たれなかったら噛み砕く。そう、今回の企画は結局私のやりたい戦術が通るかどうか。あれちょっと待って、冷静に考えたらザシアン超絶遅くない、あれ。まあええわ、うん、まあ成立するかどうかなので、お相手が聖剣を持っていなかったらラッキーに対してのバトンが成立。つまりラッキーの火力を近年相手に試せるチャンスですよ。通常だったらザシアン相手の時点で見れないんですけどね、今日は見れるかもしれないよ。さあザシアンもディアルガも眠った。ポケモンスリープは絶賛配信中。さああとは今から、6ターントグロを巻き続ける作業があります。残念ながらこいつ鋼なんでね、近年相手の戦いはさすがに考慮しておらんのだ。ですがラッキーまで行けばフェアリーテラスが一応あります。なんとかそこまで繋いでおくれ。トグロトグロトグロ、さあトグロ1/6、命中率までおまけで上げちゃうぜ。トグロ1/3、いきます。お金の葉へインファイトだ。これいけるで、これこれいけるで、これインファイトならいけるわ。そうか、そっちもあったか。まあ確かに聖剣ではちょっと火力不足かもな。しかしまああれだ、これはもう残りトグロ1/6を終え、最強のムッキー爆弾までカウントダウンが始まりますね。ただ急所に当たったら終わってしまう。待て、聖剣まで持ってる可能性はあるのか。防御下げに来た、やめろ。下げやがった、ムッキーの完成度が落ちてしまった。せっかくご家庭に並べようとしているのに。どうしましょうかね。急所に当たるという恐怖は先ほど嫌というほど味わった。であれば今一番緊張感があるな、これ。さすがにな、7回トグロを巻く余裕はねえでしょう。引っ込めた、物理では無理と判断したか。だけどお相手で火力がミュウツー、まだいたか厄介なポケモン、全部禁伝じゃねえか。さあ岩が食い込んだね。正直、いやでもな、正直完全体ムッキー見たい、俺も見たいので、ノコゴッチすまねえがまだ頑張ってくれ。言うてお前曲振りしてんだ、体力の方にはミュウツーに対しても最低限のあれはあるだろう。あくび
サイコブレイク、それは特殊だが物理で計算する技。ミュウツーだからこそ覚えさせたくなる技よ。いやらしいが許してくれ。これも全ては筋肉トレーニングのため。そう、あんまりやりすぎるとラストの降臨前にお相手が心を折れてしまう可能性という一番の負け筋がある。どうか諦めないでくれ。あともう少しで完成する。白い霧？大丈夫だ、君の能力を下げはしない。いや正直黒い霧の方だったら俺泡吹いて倒れてたよ今。よし、能力値向上。さあ、あと1回でほぼ完全体ムッキーが誕生します。眠ったね。そう、ここまでお膳立てしないと、まあ見ての通りかかるターン数が尋常ではないのでな。折れるなよ。すでにラッキー専用 BGM の準備できてっからラジカセ持ってきたから今。お相手はどう出る。もう2体の特殊ポケモンが眠ってしまい、残ってるのはザシアン。ただノココッチに対しては打点がぬわい。よし、まあ言うて防御はもういいでしょう。ほぼ究極完全体と言っていいでしょう。もうこれ以上はやめておきましょう。欲は身を滅ぼします。そう、3試合連続でこの企画を終えるということも何気に偉業かもしれない。対面と行こうぜ。ディアルガーお帰り。だが行って遅かったな。爆誕してしまうよ奴が。バトンタッチ。それでは行こう。完全究極体ムッキー。さあ、この溢れ出るインナーマッスルから繰り出される超火力、ちゃんと味わえ。何気に特殊耐久は説明不要。よってこの火力はその身で味わい続けることになる。ディアルガがラッキーを落とせる可能性なんてないですからね。行くぜ。だがこちらはあんたの下半身を捉え、そこそこのダメージを出すぞ。各位置じゃねえのか。まあ頑張ってる方だと思うっすよこれ。アイアンテール効かないね。うれ。そう、ディアルガさん、これあれだろ。いやでもパルディアじゃない、翡翠地方のディアルガさんがろくな鋼技を覚えないんだっけか。翡翠さんかと思ったけど、翡翠に色違いって出たっけ。まあ経由はしてそうだな。さあ、ナミール禁止伝説のポケモンをラッキーの物理でぶちのめすとしよう。君は今回フェアリータイプなんだよな。運がいいことに逆に通りが良くない。卵を産むぜ。これによってとっておきの条件が整う。ザシアンの一発を受ける必要はありますが、インファイト。なかなかやるじゃない。ですが防御が下がっちまったな。回復。さあ準備完了でございます。さあ様子を見るぞ。ラッキーの、おお素晴らしい。できれば特殊面も上げていきたかったが、特殊面を上げた瞬間アシストパワーでええやんってなってしまうんで、え、そもそもラッキーである必要が。お前最弱が頑張るところが映えるんだよ。苦しいな。もうとっくに勝ってただろうっていうのはマジレスだ。だがここでしか見れない。そう、ラッキーの超火力はね、いざ。というか、あ、お相手かよ。モブだから分かんなかったぜ。おお、フェアリーテラスか。だがしかし、その超火力をもってしてもラッキーは捉えられぬよ。インファイト、タイプを変えてきたが、
さらに防御が落ちる。もはや受けられまい。最大火力マクシマンブラストパンチ、一撃必殺。さあ残りはすやすやと眠っているミュウツーを永眠させてはい、というわけで、取り直しなしの3連チャンで、物理ラッキーでお相手を切断に追い込みました。正確には、物理ラッキーで禁止伝説の、エンジョイ勢を切断に追い込むという悪行を成し遂げました。ありがとうございました。